皆さんこんにちは、週刊江本です。サンケイスポーツ週刊江本、今日の、テーマですが、ちょっと今ねもうプロ野球も含めて、世間の話題がもう WBC 一辺倒でね、まあ大谷のホームランとかね、まあ非常に賑わって、まあ、素晴らしいんですけど、まあしかしそれはそれで、プロ野球の開幕ももちろん来ますけども、高校野球がね、春の選抜がもうすぐ始まるということで、まあ、ちょっと、まあ、あまり関心がもう一つ上がってこないっていう、まあ、赤嶋皆さんご割れだと思いますけど、まあそういうことでちょっとその今の話題とはちょっとそれますが、高校野球の話をちょっと、まあ、皆さんに聞いていただこうと思います。で皆さんどうですかね、今度の春の選抜は、1年生と2年生が、今春の選抜やるわけですね。で春の選抜の時っていうのはですね、昨年の秋の大会で、優勝したり、まあ、いい成績を上げたチームが、まあ、2月1日に選ばれるわけですけど、でこの、まあ、ちょっと あまり皆さん関心ないかもしれませんけども、実は2年生と1年生の大会なんですね、春の選抜というのは。でその秋季大会で、まあ、各地方でやる場合も、秋の場合はもう夏にみんな3年生が終わってますから、長年この習慣がこうずっと続いてて、春の選抜に、高校野球全国大会として出てくる選手はわずかに1年生と2年生が出てくるわけですね。で一応その、まあ、私もちょっといろいろ調べたり、まあ、あんまりきっちり調べたわけではありませんけども、基本的には、1年生2年生っていうのはですね、今で言うと春休み3月31日までは1年生2年生って言うんですよ。で4月1日から3年生になるんですね。で入学式ができてから、まあ、新しいクラスが出てくると3年2年1年入学した1年生が入ってくるということで、まあ、4月以降はですね、今度夏の甲子園大会になるとそれまで予選を含めて1年生2年生3年生というこの3学年の高校生が、甲子園を目指して頑張るということなんですね。でよくよく考えたら春の選抜はわずかに1年生と2年生という2学年の人子供が出てきて甲子園大会をしてると、これはでもよくよく考えたら、まあ、3月の春休みに甲子園大会やる、それから夏の甲子園大会を、夏休みにやるということ、まあ、これはもうずっと今までの習慣化されてますんで、そこであまり疑問には思わないかもしれませんけど、よくよく考えたらこれね、まあ、私の個人的な意見というよりも実は、まあ、ある、甲子園の優勝投手だった、ね、プロ野球の出身の選手が、まあ、私もまあ好きな選手だったんですけど、この人がね、なんとなく優勝投手だったけど甲子園のことに関心があって、これもうちょっと時期をずらしてね、1年生が入ってきてから3年生ぐらいで練習をして予選をして春の選抜をやった方がいいんじゃないかと。それから夏の甲子園大会ももっと時期をずらして国体とかやるわけですから、10月頃にね、まあ、10月頃に甲子園大会をやって、その時にもう1年生2年生3年生、夏も春も1年生2年生3年生というこのメンバーで甲子園大会開いたらどうかなというようなね、ことをまあちらっと言ってました。で私もあなるほどなと、そういえば、春の選抜は1年生2年生だけでね、高校を代表して出てくるみたいな感じですけども、まあ、できたら、少しこれからの時代ね、その開催時期とかいうのも、まあ、考えた方がいいんじゃないか、夏のあの草津い時にね、やるからいいんだという人もいますけど、まあ、この時期もずらしてちょっと涼しくなって甲子園大会やるとかいうのもね、まあ、これも一つは考え方としてはあるんではないかなと。まあ、今の形を変えろと言ってるわけじゃありませんよ、まあ、そういう考え方も少しあってもいいんじゃないかと。それからもう一つ、この実は、甲子園で、優勝春夏を含めてですね、戦後優勝投手っていうのはですね、
まあ多くいるわけですね。毎年2人はいるわけですから。でこれがまあプロ野球に相当数入ってきてるんですよ、優勝投手は。ところがね、プロ野球に入って、からは必ずしも大活躍してるかというとですね、まあかなりの人が厳しい状況にある。で、まあ、数字で言いますと、実は200勝というね、名球会に入るピッチャーというのは、実はね、甲子園で優勝したピッチャーでは、戦後、平松投手しかいないんですね。だからまあ、やっぱりそう考えたらですね、選手のレベルも含めてですね、プロ野球に入ってきて、優勝したからといって、必ずしもね、プロ野球で活躍するわけではないなというのも、まあ、数字上読み取れるんではないかなということでね、まあ、話題としてちょっとこの2点をね、皆さんに、まあ、ちょっと新聞の片隅ですけども、高校野球の在り方とかね、それから後々プロ野球入ってきてからのその活躍の、度合いとかですね、そういったものを、まあ、ちょっと関心を持って見ていただければいいかなということで、WBC で賑わってる最中に、まあ、新聞の片隅に載せていただきました。